4つ目、種類ですね。これは今日のメインかもしれないです。いろんな、ジャンルによってですね、分けられます。なので、かぶっているものもたくさんあります。ということで、1つ目、品種によってですね、大きく2種類に分かれます。東欧系のですね、辛味品種と南欧系の甘味品種ですね、に分けられます。で、東欧系の辛味品種はですね、北玉ねぎ、普段皆さんがお使いのものですね、とか、ペコロス、ちっちゃい小玉ねぎですね。で、これいうのは、火を通すと美味しいですよ、ということですね。で、南欧系の甘味品種、これは、まあ紫玉ねぎとか赤玉ねぎとかですね、日本で言ったら有名なところで言うと、湘南レッドとかが有名ですね。で、こういうのはさっと火を通したりとかですね、生食、まあ、あと他の方法はですね、この最後の動画の方で、ちょっと話してます。で、この2種類ちょっと、説明したところですね、パッとこの玉ねぎはってよぎった玉ねぎが、あると思います。それちょっと覚えておいてください。後からお話しします。で、2つ目ですね、外皮の色、皮の色によって大きく3つに分けられます。まあ、黄土色、まあ、北玉ねぎですね、皆さん一般的に使われるもの。で、格子色は赤玉ねぎとか紫玉ねぎ。で、白ですね、白玉ねぎ、見たことあると思います。この3つですね、大きく分けて。はい、で、形による分類というのもあります。扁球型、球型、防水型ですね。これもですね、ちゃんと日本と分かれていると思います。でもですね、ヨーロッパのつまみ方、ご存知の通り、同じところで取れた、同じ玉ねぎ、同じ店で売っていてもですね、形バラバラだと思います。ですので、まあ、ポイントとしてはですね、やっぱりマクシュとか選べるところに行ってですね、目的に応じた、玉ねぎの形を選んでいただくのがやっぱりいいと思います。で、最後ですね、4つ目の分け方、種まきから収穫までの期間でも分けられます。これ、和瀬と読みます。で、中瀬、奥手というふうに読みますね。で、奥手になればなるほど収穫するまでに長い期間が必要なものですね。で、早生になればなるほど収穫が早いということです。中には極早生とか超極早生とかっていうものもあるみたいですね。種を植えてすぐ収穫みたいな、まあ、そんなことはないと思いますけども、めちゃめちゃ早いと思います。でですね、これはですね、どうしたら分かるのかなと言いますと、まあ、もちろん簡単なのはお店に行ってお店の人に聞くことが早いと思います。この玉ねぎ和製ですかとか、奥手気味ですかとか聞くのはいいと思います。あとはですね、100均とかですね、あとホームセンターにですね、売ってる野菜の種ありますよね。そこに、書いてる場合も、多いです。極和製とか和製とか、それちょっと見てみてください。